ワイトリシティは2006年11月にマサチューセッツ工科大学のマリン・ソーリャチッチが発表した次回共振技術によるワイヤレス給電技術に基づいて研究メンバーがスピンアウトして設立したベンチャー企業でありトヨタ自動車、IHI、新電元工業と多くの企業に技術をライセンス提供している。2007年にマロンシルジェーシックの MIT のチームによって実証された。 共振誘導無線電力システムの構成図。共振機は、導線のコイルとコイル間に発生する、規制容量により 10MHz で自己共振する。電力は、送信側共振機に与えられ、受信機共振機からは取り出しコイルを通じて、整流機により直流になる。MIT の研究者らは、無線で電力を転送する新しい方法を発見したと考えており、 これを非放射の電磁的共鳴エネルギートンネルであると称している。ウィットリシティの次回共振技術は2006年に MIT において2メートルの送電実験が実現されサイエンス誌に掲載されたことをきっかけに多くの報道にセンセーショナルに取り上げられたことから MIT の次回共振技術が大ギャップワイヤレス電力伝送の成功として大きな話題となった。 開発者であるマリン・ソーリャチッチはこの技術を無線と電気を合わせた造語であるビトリシティと名付けた。数十センチメートルから数メートル離れた距離で数十 W 数百 W の電力を比較的高い電装効率を保ちながら、しかも理論的には人体に安全に電装できるとされる。次回共振は電磁界共鳴方式や共振結合方式とも呼ばれている。 ウィットリシティの次回共振技術は、非放射型のエネルギー転送には一次側の第一、共鳴上エヴァネッセントテールと二次側の第二、共鳴上エヴァネッセントテールの結合が介在するという理論を特徴としている。一次側と二次側に構成された二組のコイルと、コンデンサによる共振器同士が共鳴して、エヴァネッセントテールの結合の介在により、電力伝送が行われるという理論であり、 この次回共振は、ウィトリシティの提唱する結合モード理論に基づいているものである。しかしながらこの理論は難解なため、ウィトリシティのウェブサイトでは、音差の共鳴に例えられて説明されており、多くの日本語サイトもそれを引用して、音差の共鳴に例えて説明しようとしている。引用の特許名最初1、特許名最初2によれば、第一共振構造の共鳴上、 エヴァネセントテールと第二共振構造の共鳴状、エヴァネセントテールが特許請求項のエレメントとなっており、特許解釈の一般論のオールエレメントルールに基づけば、一次側の第一共鳴状と二次側の第二共鳴状との介在が書くことが出ない、必須なものとなる。つまりいずれかのエレメントが欠如すれば当該特許には該当しない。 ウィトリシティの当該特許出願以前に一次側の第一共鳴状を書く、すなわち二次側の共振構造のみで電力伝送を成立させる特許出願が多くあり、またウィトリシティの特許出願以前、具体的には最も早くは1993年から実用化が始まっている。これらの実例はウィトリシティの特許技術範囲ではないのは明らかである。 また一次側の共振構造と二次側の共振構造という構成を有する次回共振は1989年にエイト電子より出願されているために少なくともこの技術範囲はウィトリシティの次回共振技術の特許技術範囲からは外れる1994年にも次回共振が再び開発されており村田製作所の開発者が 自界共鳴技術を発表していたが、当時は普及に至らなかった。1990年代に実用化が始まった第一、共鳴状のない自界共振の原理に基づいて改良された超電導リニアの誘導終電においてはすでに時速 500km の走行中給電が実用化の域に達しており、2017年にはさらに多くの第一共鳴状のない自界共振が 実用化され始めている。これらの実用化例はいずれも第一共鳴場は必要としていないために、ウィトリシティの次回共振技術の特許技術範囲からは外れる。2016年12月にウィトリシティは TMN、MM、を発表し、日産自動車と共同で送電効率の向上と異なるコイルシステム間の相互運用性の確保の向上という大きな成果を挙げたが、 一方で、第一共鳴状の構成が必ずしも必要でないことが明らかとなり、それ以前に述べられてきた結合モード理論との整合性がなくなり、第一共鳴状が不要であることをウィトリシティ自ら明らかにすることになった。ウトリシティは開発資金として2017年現在までに6800万ドルを調達したが、電気自動車のワイヤレス給電においてクアルコムによって、 開発されたヘイローが標準となりつつあるという競争に直面した同社は従業員数を80人から55人に減らしテキサス州オースティンのオフィスを閉鎖したビトリシティは研究開発を推進するためにインテルやフォックスコンなどから新たに4000万ドル近くを調達した2019年2月クアルコムは EV ワイヤレス充電部門のクアルコムヘイローの 知的財産権をウィトリシティに現物出資することによって資本参加し、これによりクアルコムはウィトリシティの少数株主になった。クアルコムのワイヤレス充電担当アドバイザーであるスティーブ・パゾール氏はこれについてクアルコムとウィトリシティの技術を組み合わせることによってエキサイティングなテクノロジーにユーザーがアクセスできる可能性と需要を生み出すと確信していますと述べた。 これによりミトリシティの技術はオークランド大学発の技術と統合されることになった。ありがとうございます。